キチャンネル。ちょっ、金曜日、総チェック。はい、金曜日も総チェックでございます。ということで、ね、昨日で交流戦、半分、終わりましたけどね。まあ、まだ予備日がね、残ってるチームもありますけども、まあ、基本的にはね、半分終わったっていうところでね、今後どういう展開になっていくのかっていうところでね、チェックしていきましょう。ね。まずは、日本対広島。6日2対3で広島。7日0対1で広島。8日2対7で広島。広島の3連勝！なんと、5年ぶりぐらいのカープ交流戦3連勝っていうところでね、いい戦いになって、まあ日本はね、上がってきた中でのこの3連敗っていうところはね、痛かったかなと。ね、その中でね、8日2対7で広島っていうところでね、広島先発コルディエル、7回95球3安打5三振2四球2失点と、まあ先発転向をね、初勝利っていうところではね、グッピッチ。まあ7回95球っていうね、球数が少なかったっていうところも、良かったですね。まあその中でね、日本ハムは2回裏にね、万波センター前、マルティネスライト前っていうところで、ノーアウト1塁のチャンスを作って、野村上川端がアウトでチャンスを潰しかけたところ、8番清水がね、ちょっと高めのツーシーム系センター前ヒットっていうところで、ちょっとね、立ち上がりは、またね、パワーピッチっていうところで甘めに投げてっていうね、中でそこにね、ちょっとキレがなく、連打をされてっていうね、コルディエルも失点になったけども、まあ、尻上がりにね、低めの変化球、あとストレートもコースにっていうところで、徐々に制球も安定して、仕上がりにね、かなりいいピッチング。まあ最後ら辺ね、ちょっと2四球でバタバタしたけどね、まあここら辺のスタミナっていうところは今後ね、課題になってくるところかなっていうところだけども、まあ試合展開としてはね、いい形でまとめ上げたからと。ね、5回裏にもね、上川田清水連続フォアボール、大阪にね、送りバンドを決められて、まあハンソンのね、犠牲フライで1点伸びでしのいだっていうところはね、大きかったんじゃないでしょうか。まあ、日本ハムとしてはね、ここでポンポンポンって複数ね、得点。まあこのね、2回もそうだけど、2回も5回もね、ノーアウト1塁のチャンスを作ってるっていう中でね、2点しか取れなかった。まあこれは最低限取れてんだけどね、まあここがしっかりね、複数得点できなかったっていうところが、まあ痛かったかなと。広島のね、攻撃は、3回表ね、坂倉が、ライト線にね、スリーベースっていうところで、上川畑矢野が連続でアウトになって、得点できずっていうところになるかと思ったら、菊池がね、ライトへ同点タイムリー。もう最近ね、この1番の菊池っていうところがね、いい形で働いてるっていうところはあるし、でね、問題の5回。先頭ね、マクブルーム、サードへのね、内野安打。だけども、あれぐらいはサードは、取る、もしくは前に止めて投げないといけないっていうところをね、野村、後ろにね、弾いて、内野安打にしてしまうっていうところでは、これね、エラーはついてないけども、正直ミスだね。で、その後、坂倉フォアボール。これ、噂はね、このフォアボール、痛かったね。で、ノーアウト1塁から、でね、上本が送りバンドをしたところ、まあ、ピッチャーとファーストのね、ちょうど間ぐらいに転がって、まあ、加藤がね、それを取らないで見送ったところ、ね、噂とお見合いになって、まあ、その後ね、噂が取ってファースト投げて、まあ、ちゃんと投げときゃアウトだったんだけども、引っ掛けて、ワンバンになって、悪送球っていうね。で、ノーアウト丸で、噂バッと。で、この状況ね、まだ1対1の同点っていうところで、まあ、ノーアウト満塁になってからね、矢野のセカンドゴロ、で、菊池三振っていうところで、まあ、ここで踏ん張るかなっていうね、ところはあったけども、ここ踏ん張り切れてたらね、日本も勝ってたかなっていう中でね、2アウト満塁になって、で、ここでね、このカードからね、上がってきた野間が、ライトへタイムリーヒットっていうところでね、まあ、万波がね、セカンドランナーの上本を誘うとね、本塁送球して、いいボールだったけども、清水がね、取れず、まあ、これもね、まず、大問題なんだけどね。で、後逸したところ、なんと一塁ランナーの矢野も、ね、本塁へ帰ってきて、まあ、セーフで、ライト前ヒットで、ね、走者一掃。見たことない。しかも、キャッチャー清水、ね、何を思ったかね、その、上本がね、帰ってきてホームね、させなかったっていうところでね、なぜかキャッチャーミットを取るっていうね。で、取って、矢野がね、本塁帰ってきてると見てなくてね、矢野が本塁帰ってきて、ね、あれ、最後もミット手なんかちゃんと入ってたかっていうね、ダイバーって、もう、集中力も緊張感もなさすぎる。で、まあ、これでね、結局負けるんだけどもね、まあ、なんかそういったところよ、ね、伏見とかね、マルチネスとか、キャッチャーがね、いる中で、一時はね、ひょっとしたら清水がレギュラーちゃうかってね、言われてた中で、こういったところが結局ね、自分で自分の首を絞めるっていうね。まあその、万波の最初のね、返球は自分の技術のなさだけども、その後はね、技術とかじゃないからね、ランナーもいるってなったら、バッターランナーもいるわけだから、グラブは外さないやろっていうね、どう考えても。まあミットだけどね。
まあ、そういったところではね、まあ、今後どう立ち振る舞うかっていうところがね、まあ、彼の野球人生に関わってくるんじゃないのかなっていうね。で、9回にもね、の田中康介がスリーランホームランっていうところで、まあ、7対2ね。まあ、噂もね、長いイニング、ね、しっかり投げたっていうところでは、8回121球、5安打9三振、1球4失点とね、まあ、先発の役割は果たすけども、やっぱりこのね、5回のミスね、これ全部、まあ、自分のミスから始まって、清水のミス、このバッテリーのミスっていうところが、正直ね、この一戦の大きなね、ポイントになったんじゃないでしょうか。結果、広島の3連勝でした。続いて、西武対中日。6日1対2で中日、7日2対1で西武、そして8日2対8で中日ということで、中日の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、この試合はね、もう初回から中日打線の爆発っていうところで、初回ね、1回の表、ワンアウトから鵜飼ライト前ヒット、で3番岡本しかね、ツーベース、で4番に入った細川がレフトへ先制タイムリーツーベースっていうところで、2点を取って、で、そこで終わらずね、5番高橋ライト前ヒット、6番ビシエドフォアボール、で、ワンアウト満塁から村松がね、犠牲フライで一気に3点。そして2回の表ね、こっちのワンアウトから大島ヒット、うかいがインコース。あれ、難しいよ、インコース。腰の回転、この回転力ね、腕の力じゃない、この回転力っていうところでね、レフトポール際、ファールならずね、打った瞬間ね、飛距離も抜群、ホームラン。クッ、ナイスパス。これは、この技術ができたらやばいね。っていうぐらい、本当に素晴らしい、ホームランだった。で、4回の表、ね、ワンアウト1、3塁から、ね、このダブルスチールで1点っていうところで、このね、西武、3塁ランナーはいませんみたいな、もう流れだったよ。プレーとして。あんな、悠々と、何の動作も、みじんも、あーとかもなく、3塁ランナー普通に本塁帰ってこられたらあかんやろっていう。で、結局ね、6点。まあさすがにね、なかなか厳しかったなっていうところで、まあ先発ね、柳、9回123球、4安打7三振、無四球2失点と、まあね、もう久しぶりの大量援護にね、前半からもう守られて、ね、いい形しろ、もう楽、もうこれが本当の柳のピッチングですみたいなね、勢いもなく、いい形のね、制球力っていうところ、これではね、素晴らしいピッチングだったと。まあ5回の裏ね、渡辺が今季ね、初ホームランとなるレフトスタンドへホームラン。ね、で、8回には、ノーアウト三塁から次のね、内野ゴロの間に1点を取るっていうところでね、まあ2失点はね、するけどもね、非常に試合をまとめたね、素晴らしい、ピッチングだったと思います。で、中日はね、7回表に細川のね、バックスクリーンへのホームラン、で9回にね、溝脇のタイムリーヒットっていうところで、初回のね、点数だけじゃなくて先制中押しダメ押しっていうところでね、非常に効率いいいい点の取り方で、8対2っていうところでは完璧な、試合展開だったかなと。で、西武先発は宮川ね、5回102球、9安打3三振、4四球、6失点と、もう序盤からね、ドンドンドンっていかれて、まあなかなかね、厳しい、ピッチング、なったかなっていうところでは、まあ西武としてはね、もう完敗っていうところだし、まあドラゴンズとしてはね、まあ石川がちょっとなね、コンディション不良で外れたっていうところはあるけども、これ4番に入った細川がね、5打数3安打、3打点1ホーマー、完璧な活躍。しかも月間 MVP、ドラフト組から、これオールスター選出間違いなし、完璧。グッスパイラル素晴らしいというところでは、まあね、本当恐竜打線復活っていうね、素晴らしい試合展開だったと思います。結果ね、2勝1敗で中日の勝ち越しでした。続いてロッテ対ヤクルト、6日3対10でヤクルト、7日6対0でロッテ、8日3対2で、ロッテ、ロッテの2勝1敗で勝ち越しっていうね、まあね、カード初戦ね、ヤクルトはもうだ爆発っていうところだったけども、7日8日とね、打線が湿りがち。ロッテはね、初戦負けたけども、しっかりその後ね、勝ち切ったっていうところでは、いいカードのね、流れ、だったんじゃないでしょうか。ね。で、ロッテ先発ね、カスティーヨ。前回はね、カスティーヨ、上田のバッテリーでね、巨人打線にドンドンドーンと生きられてね、大量失点っていうところになったけども、この日は6回88球、4安打7三振、1四球無失点っていうところで、まあヤクルト打線ね、このカスティーヨのストレートツーシーム系っていうところに、全くね、タイミングが合わず、結構刺されてたからね、スライダーシンカーっていうところに、全く対応できずっていうね、まあカスティーヨのパワーピッチっていうところがね、非常にヤクルト打線をね、ねじ伏せたっていうところではね、先発転向初勝利ね、これは非常に素晴らしい勝ちだったと思いますし、まあ今後のね、ローテーションの中でもね、いい輝きをね、ひょっとしたら見せてくるかもしれない。でもパワーピッチだからね、このストレート通信向けがね、通用しなかった時の脆さっていうのはあるけどもね、まあこの試合はね、いいピッチング。ね、ヤクルト先発サイスニード、6回109球、7安打3三振、2四球2失点と、まあ、こちらもね、サイスニード、いい状態だったしね、試合を作ったっていうところでは、素晴らしいピッチングだったと思います。援護がなかった、ただそれだけですね。まあ、その中でね、ロッテは3回裏、中村が
先制ホームランというところで、このね、先制の1点というところは大きかったし、で、6回裏にもね、2アウトから角中がね、レフト前ヒット。で、平沢がね、2塁に盗塁して、ね、佐藤のセンター前ヒットっていう2アウトからね、足も使いながらっていうね、ところではね、ヤクルトとしてはこれワンパンになったっていうところでね、進塁を許したっていうところもあるけども、ね、佐藤のタイムリーで2アウトからも、中押し。で、7回裏にも先頭で、ね、池田がツーベース。で、友杉のね、バンド、サードね、村上がファーストへ悪送球っていうところでタイムリーエラー、バーッと。ね、ヤクルト自体エラー数少ないのに、村上だけでエラー9っていうのはね、ちょっと多すぎるっていうね。まあ野球は打つだけじゃないからね、打つのもね、まあホームランも打ってね、いい流れはあるけどもね、そういったできることをしっかりやっていこうっていうね、中ではこっからね、躍進出していくにのためにはね、まあそういった、これね、ワンアウト三塁行っても1点取られてたかもしれないけど、こういうね、ミスすると明日以降に響くっていうのもあるからね、しっかり守備でもやっていかなきゃいけないっていうね。まあその中でね、まああの、ロッテとしてはやっぱり一番の池田がね、いい形っていうね、この日も4打数2安打っていうところでね、この7回の先頭のね、ツーベースっていうところでもいい働きしてるしね、2回の裏のね、ワンアウト満塁で初球ね、セカンドライナーっていうところでね、まあここね、1点取っときたかったっていうところは、あるけどね、そういったところではまあこの1番の池田はね、今いい働きしてるんじゃないのかなっていうね。でヤクルトはね、なんて言ってもこのね、5回表ね、サンタナセンター前、青木フォアボール、オスナレフト前でノーアウト満塁から中村の三塁ゴロね、これ、サード安田がサードベース踏んで、3本間に挟んで、サンタナをねアウトにしてダブルプレーに取って、その後2アウト1塁になって長岡がファーストゴロで0点になっちゃうんだけど、ここで1番の問題点は中村がサードゴロを打った時に、あのなぜかサンタナがサードベースに帰ろうとするんだよ。満塁だよ、満塁でゴロだよ、なんで帰ろうとするっていうね。あれね、そのままもしねゴロゴーでね走ってたら、あのライン上っていうことを考えたら、もしホームにアウトにするんだったら三塁ベース多分アウトなってないと思うんだよね。であの角度からホームゲッツー結構難しいと思うんだよ。そしたらまだワンアウト満塁で長岡っていうパターンもあったし、あれ仮にもし安田がサードベース踏んで本塁ってなると、本塁タッチプレーだからコリジョンもあるし、で、ライン上に安田がいるわけだから、ちょっと反らして投げなきゃいけないから、ひょっとしたら本塁セーフになってた可能性もあるわけ。そうなってきたらよ。全然展開違ったのに、なぜかサードゴロなのに三塁ベースに戻ろうとする。満塁なのに、バッと。これはもうね、今日のこの試合のね、致命的、走塁だったね。でね、この、7回ね、村上のミスがあって、その後ね、9回ね、村上がツーランホームランね、打つっていうところはね、さすが。ね、自分のミスを取り返すっていうところで、ホームランね、ツーランホームラン打つところはさすがだけども、あのミスなかったらね、自分のホームランが同点打だったからね、そういったところではミスの失点、走塁ミスっていうところはね、痛かったかなっていうね。まあ、ロッテはね、そういったところをね、まあ、しっかりつきながらね、守備でも良かったし、打つところでもね、先制中押しダメし、しっかりできたっていうところは、完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。結果ね、2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。続いて、楽天対阪神。6日4対1で楽天、7日3対11で阪神、8日6対4で楽天サヨナラ勝ち、結果2勝1敗で楽天の勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、ね、8日ね、もうどっちが勝つにはね、終盤ドタバタドタバタしたね、試合、まあ見てては面白かったですけどね。まあこの日もね、あの、楽天はね、今季初先発、からしまっていうところで、6回3分の2、98球、3安打7三振、2球1失点と、カーブで緩急つけたり、変化球っていうところでも、自分の持ち前の投球術っていうところをね、丁寧に、しっかり腕も振れて投げ切ったっていうところでは、非常にね、グッピッチだったと思います。で、阪神先発、伊藤ね、7回103球、7安打3三振、1球3失点と、ちょっと足引っ張られちゃったかなっていうね、ところで、若干高めに浮くようなね、ところもあったけども、自分自身のピッチングっていうところは素晴らしくできたんじゃないのかなと。まあ、その中でね、楽天の攻撃、1回裏ね、先制するんだけども、2アウトから3番王がレフト前ヒット。で、2アウト1塁から浅村のね、センター前タイムリーツーベースになってんだけども、これ近本、グラブ入ってたからね、入ってたというか、ここ当たってたからね。あれはね、近本なら取れたと思う。近本なら、ね。それを取れないで大きく弾いて、ファーストランナーの王号がね、本塁へ帰ってくるっていうね、記録上エラーとかなってないけども、ね、正直これはね、エラーに等しいミスだね。ね、でこれで1点先制、楽天はして、で3回裏、ね、先頭辰巳、センター前ヒット、で小深田送りバントを決めて、でワンアウト2塁からね、ここで伊藤将司、ね、ワイルドピッチっていうところで、海ちゃんね、あれはやっぱ止めなきゃいけないね、あんだけ大きく三塁側に弾いたダメっていうね、これも
しっかり止めなきゃいけないというところで止めきれずね、三塁に行って、で、小郷がね、ライトへ犠牲フライというところで、この1回3回ね、両方ミスで失点してるからね、で、記録上はエラーに残らないから、この伊藤のね、失点で防御率下げちゃうっていうね、ところもあるから、伊藤としてはね、不運だったかなと。ね。で、阪神はね、金芝に完璧に抑えられた中で、7回ね、先頭大山、ショートゴロ、山崎ファンブレーラ、バッと、ここに来て、で佐藤フォアボール、渡辺三振取るけども見えせずフォアボールっていうところで、まあ、ここね金芝にとってね、大ピンチになるけども、でワンアウト満塁でね、小畑ファーストゴロの間にね1点を挙げるけども、ここでピッチャー交代して、まあ、安楽がねなんとか2アウト満塁になってね、近本をライトフライで失点をね防ぐっていうところで、まあ、このね近本のライトフライね、小郷のね守備の素晴らしさっていうところもあってね、アウトを取ってね追加点を許さず、まあ、1点で踏ん張ったっていうところは大きかったけども、結局エラーからね始まってるからね、楽天こういうところなんだよ今年のね野球のミスっていうところはね。でもその後ね7回裏にね2アウト3塁から太田がねスクイーズ、セーフティーして三塁側に、それが見事にね、セーフになって1点、太田。打ってもタイムリーね、火曜日の試合、村上から打ってもタイムリーね、勝負どころで、ツーアウトからセーフティーで、ランナー三塁で、素晴らしい。ね、このしかも1点取られた後だっただけにね、この1点はかなり大きくて、まあ、このまま楽天がね、勝つ流れかなっていうところで、8回ね、先頭ね、ピッチャー坂井に代わって、先頭の中のフォアボール、これ痛かったね、フォアボール。で、その後ね、ノイジー、ライトフライ、なぜか、オゴ、落球、バッ普通のライトフライ。で、これ落として、ノーアウト一塁になって、大山のね、ライトにタイムリーツーベースっていうのがなって、もうこの時点で、いや、これもう逆転されるぞ、みたいなね、雰囲気になったところで、しかもこの大山のね、タイムリーも、若干オゴをね、目測誤ってるよね。後ろに追われながら急に前出てきたからね。あれも一直線で落下点まで行けてたらね、俺は取れてたと思う。オゴの守備力で言えばね。でもそこもね、もうその前の多分あのフライも落として、ちょっとパニックルームにね、頭の中がなってたっていうところでね、ちょっと目測を誤ったっていうところも、これね、ミスをミスで重ねる。記録上ね、これ大山のはエラーじゃないけどね、俺はもうそのね、走る軌道が若干変わったっていうところで目測で誤ってると思うんだよね。これで、ね、ミスをミスで重ねるのが一番ダメだからね。で、ノーアウト2、3塁になって、佐藤のね、ファーストゴロの間に1点、これで同点、もう内野下がってたからね。で、ワンアウト三塁から、渡辺のね、犠牲フライで逆転。これで、もう、阪神逆転勝ちで、楽天負けたなと。ね。っていうところになったところ、ね、9回裏、ね、ピッチャーね、岩佐に代わって、ワンアウトから、ね、山崎フォアボール、島内フォアボール。これ痛いよね。ここ、この2つのフォアボール。で、辰巳三振するけども、2アウト、1、2塁になって、小深田がね、ライトスタンドへさよならホームラン。ガッツ。これで多くの人をね、救ったっていうね、小深田は素晴らしいホームランだったし、ちょっとね、おご、泣きすぎです。もうそんなの、これぐらい言ってたで、とね、まあ、気持ちはわからんでもないけど、ね、小深田が多くの人を救ったナイスホームラン。ね、結果、2勝1敗で楽天の勝ち越しでした。続いて、ソフトバンク対 DeNA っていうところでね、6日2対1でソフトバンク、7日4対0でソフトバンク、そして8日5対6で DeNA っていうところで、ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、まあ、この日はね、DeNA 先発東、7回86球、6安打4三振、2球3失点とね、序盤本当に変化球もね、低めに決まったし、腕も振れてね、非常にいいピッチングだったなっていうね、まあ、最後ちょっとバタバタっていうね、したところはあったけども、ね、いいピッチングで試合をね、組み立てたんじゃないでしょうか。で、そう、ソフトバンク先発森ね、2回3分の2、63球、6安打2、3、4、1、9、5失点。ちょっと厳しいね、ピッチングになったかなっていうところですね。まあ、その中でね、DeNA は、打線を組み替えてね、佐野を3番に持ってきたりね、ちょっと打線をいじって、まあ、打線のつながりっていうね、まあ、このソフトバンク戦も1点、0点だからね、まあ、それぐらいしなきゃいけないだろうっていうところで、この日、大幅にね、打順を変えて臨んだところ、初回ね、ワンアウトから関根フォアボール、で、佐野がセンター前ヒット。で、このセンター前ヒットでね、関根が3塁まで行く。この走塁が良かったね。一三塁で牧がね、ライト前先制タイムリーで、このライト前先制タイムリーでまた一塁ランナー佐野が三塁まで行くんだよね。でワンアウト一三塁からオーセンのレフト前タイムリー、これレフト前でまた一塁ランナーの牧が三塁まで行くんだよね。これね、三塁まで行く走塁、まあ、これね、初回ね、連打で打ったことばっかりちょっと目立ちがちじゃけど、このね、ファーストから三塁ね、必ず行って常に一三塁の状況を作るっていう、このね、走塁見事だった DeNA ね。で、ワンアウト一三塁から桑原をね、ショートゴロの間に行って3点目を取るっていうところでね、こうやってランナー一三塁とかね、作っておけば、タイ
イムリーじゃなくても1点取れるっていうね、これがね今後の DeNA にとってはね大事だと思う。この試合も9安打だから2桁安打打ってないわけ、2桁安打も打ってないしホームランも出てないけども、こういう風にタイムリーじゃなくても1点取れる、そのためにその前の走塁をきっちりしていくっていうところがね、今後の DeNA が浮上に向けてね、この試合っていうのはそういうねいいところがすごい出たんじゃないのかなと。で3回にもねワンアウト2、3塁からねオースティンが、ライトへ犠牲フライ、これもねライトへ犠牲フライ打つことによってセカンドランナーの牧が3塁に来れるっていうね、でその後桑原がねレフトへタイムリーヒット、このツーアウトからきっちりっていうね、この2点っていうのも非常にね取り方としては良かったし、で5回にもね、関根佐野がねヒットへ続いてノーアウト1塁から牧がね、フォアボールで、ノーアウト満塁からオースティンがね、ショートゴロの間に1点っていうところでね、この6点中3点がね内野ゴロとあの犠牲フライっていうね、半分がタイムリーじゃないっていうところを考えたらね、こういう野球っていうのは非常にね DeNA にとってこれから大事なんじゃないでしょうか。まあ、このね時点で、あもう DeNA 楽勝だなと、東の投球もいいぞってね、なったところで5回の裏ね、先頭野村がセンター前ヒットで、栗原がね、アウトコース逆球でど真ん中入ったところライトへツーランホームラン、あれこれひょっとしたらみたいなね、なったところでね8回の裏野村レフト前中村フォアボールでノーアウト1塁からね、今宮がダブルプレーっていうところで、いやこれでいい流れだったけど、まあ、ここまでかと思ったら2アウト3塁から近藤がねピッチャーね今宮の時から伊勢に変わるんだけどね東にで2ランホームランで4点6対4、ねあれちょっと久保木怪しくなってきたぞ、大丈夫かっていうね、で9回はね山崎康明出てきてねソフトバンク攻撃先頭ね牧原内野安打で柳町フォアボール、これ痛かったね。でもうねあの山崎ねほぼねツーシームしっかり投げてないし、あの左バッターへのインコースストレート、右バッターへのアウトコースストレート、これだけが唯一信じれる球だったね。でノーアウト一塁から栗原がねそのインコースのストレート若干甘くなったところをライトへね詰まりながらもタイムリーを打って、でノーアウト1-3で1点差、これそのまま行くぞっていうところでね、正木に代わって代打ね、谷川原っていうところでこれセカンドゴロねでアウトっていうね、まあその前に三森がね、ダイソー三森がセカンドに盗塁しててノーアウト2塁からセカンドゴロアウトっていうところだけど、ここもね三塁ランナー佐藤ね、あの簡単にもう楽勝でアウトだったんだから簡単にアウトにならないで、あの挟まれてバッターランナーセカンド行くまでにしてまたワンアウト2、3塁を作るぐらいね挟まれなきゃいけないよね。楽勝アウトだったからね、これギリギリとかだったら突っ込んだ方がいいけども、楽勝アウトっていうところであの簡単にアウトになるねあの走塁っていうのはねちょっと疑問が残るね。でその後ねワンアウト1、3塁からねそのもうそれしかないっていうアウトコースのストレートをね野村勇でもう完全振り遅れて三振で、2アウト1、3塁からね谷川が盗塁成功して中村晃がね最後ショートゴロで1点ね、足りずね敗戦っていうところでね、DeNA が勝ち切ったっていうところはあるけども、まあ、この試合でねちょっとね気になったところで言うと、まずね DeNA のね5回表の守備、あ5回表の攻撃の時のソフトバンクの守備、ノーアウト満塁でオースティンの時にもう内野後ろ下がってんだよね、もう1点 OK ですとね、その代わりダブルプレー取りましょうみたいなね。でももうこの時点で5対0なわけよね。で、東のピッチング考えたらめちゃくちゃいい感じで来てるわけってなったら1点でももう少なくいかなきゃいけないんちゃうかとね、もう大量失点も1点も一緒ちゃうかぐらいのね、しかも5回だからね、これまだ2回とか3回だった話は分かるんだけどねっていう中でね後ろになってでショートゴロね結局ダブルプレー取れずっていうところで1点を取られて、結局この6点目がね致命的になるわけね。であの満塁っていうことを考えたら三塁ランナーギャンブルスタートするわけでもないからね、あのホームゲッツーをね取れるぐらいの超前進取る必要もないしね、前進守備を引いて本塁を最悪ダブルプレー取れなくても一定アウトにするぐらいだね、強気のディフェンス面のシュートっていうのは俺は必要だったんじゃないのかなっていうね、この弱気な感じね、このディフェンスでしてはねちょっと守りな感じ、もうちょっと攻めの姿勢ねあってもよかったかなっていうところと、まあ、9回裏もねこれワンアウト1、3塁からね野村の打席ね三塁ランナー三森っていうところを考えて、であとは野村のねあのファーストスイングのねあのまっすぐの振れ遅れ感を見た時にね、これなかなかこれも厳しいぞみたいな、三振するぞこれもっていうようなね俺を見てても思ったんだけど、そしたらねセーフティースクイズで最低ね、まあ、成功するかどうかわかんないよ、ワンチャン俺は試してもよかった、転がせれば三森の足考えたらホームは絶対セーフになると
思うんだよね。で、一、三塁っていうことも考えたら、ファーストのね、サラもそんな簡単に前に出てこれないわけ。だからうまくさえ殺されれば、ね、ホームは完全にセーフになる状況で、で、同点作ってればね、まあ、モイネロは連投で来てるけども、まだね、勝利の方程式のピッチャー使ってないわけよ。でも DNA は使ってるわけ。そう考えたら、延長戦に向けてソフトバンクが圧倒的に有利になってくるから、最低同点にすることっていうのは俺は大事だったと思う。そこでね、もうちょっと動き見たかったね。積極的なね。ちょっと積極的な采配が全くなく、なんかね、うつど待ちみたいな、こうね、動かざること山のごとしみたいなね、感じになって結局1点足りなかったから、そこら辺はもうちょっと動いてね、勝負に出ても俺は良かったんじゃないのかなっていうね、ちょっと動かないことが残念みたいなね、感じの采配に、見えました。っていうね、ところで結果はね、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しでした。続いてオリックス対巨人、6日2対1でオリックス、7日0対10で巨人、8日6対0、0対6で巨人、巨人の2勝1敗で勝ち越しっていうところになって、まあオリックスはこの3連戦ね、2点しか取れないっていうところはね、なかなか厳しかったかなっていう中でね、この試合巨人先発山崎よりね、8回120球5安打6三振1四球無失点と、まあね、山崎といえばね、ツーシームスライダーってシュートスライダーって横の幅のピッチングだけども、この日はフォークも素晴らしかったね。縦の変化、腕の振りっていうところでね、いいところに決まってね、シャットアウトっていうところではね、非常にグッピッチ、完璧なピッチングだったんじゃないでしょうか。ね。で、オリックス先発山岡ね、7回94球、3安打4三振、2四球無失点とね、もうこちらもね、変化球の緩急もつけながら、コースも丁寧についてね、非常に素晴らしいピッチングだったけども、なんといっても無援護、ね、セリーグは涌井、パリーグは山岡っていうぐらいね、無援護っていうね、ところではちょっとね、厳しい試合展開になったら、でもこの両先発はね、非常に本当にね、素晴らしいピッチングでね、ナイスだったかなと、ね。で、まあ、オリックスはね、得点圏行ったの4回だけだから、4回ね、2アウトから森フォアボール、で、頓宮ライト前ヒットで2アウト1、3塁、で、ここでね、ゴンザレスが、ショートライナーでアウトになるんだけども、もうここだけなのよ、チャンスが。1試合通して、もう、完敗です。ね。で、巨人はね、まあなかなか点が取れず、10回にね、2アウトからね、梶谷センター前ヒット、ね、秋色ライト前ヒット、で、2アウト1、3塁だって岡本ね、敬遠。まあこれ岡本の敬遠はね、これはもう当たり前だね。もう確率を考えたらね、まあ次門脇、まあ代打丸が出てくるんだけどもね、まあでもこれは確率考えて、これ岡本で勝負っていうよりも、ここは敬遠っていうのはね、まあこれはもう妥当な選択だったかなと。で、2アウト満塁になってから、丸はね、なんとセンターバックスクリーンに代打、逆転、満塁、ホームラン、クッて。ね、これ日本決定戦で裏じゃなかった北川さんかっていうようなね、ところだったけどもね、打った瞬間あ、センター超えたなと思ったけどね、入ると思わなかったから、丸も入ると思わなかったって言ってたけども、びっくりね。で、その後大城ライト前ヒットで、ウォーカーがね、ツーランホームランっていうのを続いて一気に6点でね、まあゲームセットっていうところになるけども、まあ丸の打席ね、ワンボールツーストライクからスライダーがね、本田ね、甘めに入るっていうところで、ワンボールツーストライクかな、だからもうちょっと狙ってもよかったよね。でね、このね、最終回ね、本田ね、初球の入りが一番いい球になってる。いい球からどんどん甘くなってんだよね。これダメなのよ。甘くからね、いい球だっていいんだけど、いい球、もうファーストストライクが一番いい球で、そっからどんどんね、甘くなっていくっていうところでね、ちょっとね、バッターにはね、甘くなっちゃったっていうところではね、まあ、打った方がすごいからね、仕方ないんだけどもね。まあ、しかも攻撃もね、得点圏1回だけだからね。まあ、これはね、まあ、実質上ね、ジャイアンツがね、勝ったっていうところで、まあ、接戦だったけどね、まあ、オリックスとしては完敗だったかなっていうね、山岡でもね、素晴らしいピッチングだったと思います。ね、結果、2勝1敗で、ジャイアンツの勝ち越しでした。さあ、ということで、交流戦ね、半分終わりましたけども、なんと、大混戦っていうところで、首位5勝4敗で、ソフトバンク、DeNA、オリックス、巨人、中日、広島が、並ぶっていうね、1、2、3、4、5、6球団が、5勝4敗に並ぶ。そして、続いて、2位が、ヤクルト、阪神。こちら、4勝4敗ね。ヤクルトは8試合しかしてないから、あと1試合あるっていうね。だから、ヤクルトもね、これ、あと1勝してればね、首位になります。はい。で、阪神は1個引き分けがあるんで。で、9位が西武ね、4勝5敗。で、日本ハム、4勝5敗っていうところで、ね、実質上、7位、ヤクルト、阪神、西武、日本ハムっていうところが、4勝でね、次、行くと。で、ロッテ、楽天が3勝5敗っていうところで、もうこれね、大混戦です。1位から最下位まで 1.5 ゲーム差です。これもう、どうなるかわかんない。
優勝も下手したら3チーム優勝とかあるかもしれないね。それぐらい大混戦、稀に見るね。こんなのなかなかなかったと思うんだよね、この半分終わってね。まあその中でね、まあここからね、どこが出ていくか。だからこう対戦カードもね、どこが有利っていうのもないね。どこもあれだからね。まあということでね、まあ今日からの3連戦ね、どうなるのかっていうところではね、申し送り事項やっていきましょう、ね。まずはエスコンフィールド、日本ハム対阪神、富田初先発、ね。どうなるのかね。阪神の皆さん、日本ハムね、勝負どころでもエラーしてくるからね、最後まで諦めないでっていうところとね、やっぱ万波だからね、万波がね、一発とか出だしたらね、手をつけられなくなるからね、そこは気をつけていきましょう。ね、日本ハムの皆さん、タイガースね、外国人、ノイジー面接、ここにね、打たれたらね、打線が回っちゃうからね。まあ、近本とか大山とかね、里でもいるけども、ノイジー、ミエセス。このね、外国人出てきた時に、ここはね、必ず打ち取っていきましょう。ここ打たれ出すとね、調子乗られちゃうよ。続いて、楽天対中日。ね。中日の皆さん、楽天ね、サヨナラ勝ちで、勢い、乗ってきてるからね。でね、小郷はね、守備でポロンチしたけども、打撃ではね、いい感じで出てくるから、ここね、3番オゴ、これ気をつけていきましょう。ここね、塁出してくると、浅村その後にね、続いていくから、オゴで気をつけて。あとね、大田がね、スクイズとかね、セーフティーしてきてくるから、ちょっと調子乗ってきてるからね、気をつけて。楽天の皆さん、中日はもう、細川だから、細川ね、これ細川ね、もうかなり来てるから、ね、一発もあるしね、細川に気をつけて、いきましょう。でも、鵜飼もね、このインコースのホームラン、あるからね、ちょっとね、打撃が上ってきてるからね、この鵜飼細川のね、右打者気をつけていきましょう。続いて西武対ヤクルト、ね、ヤクルト皆さん、西武ね、なかなかちょっとバタバタしてきてるからね、もう序盤にドーンと点を取ったら、あとチーンってなるからね、序盤ドーンと点ね、取って立ち上がり隅田の攻めていきましょう、ね、西武の皆さん、ヤクルトね、まあ、ロッテにはね巻き越してるっていうところもあるけども、まだこのね、波がね、強い弱い強い弱いの波があるからね、それがどうかっていうところだけども、一発が出だすとね、あれだから低めの制球しっかりしてね、一発サンタナね、村上オスナと一発出るバッターいるからね、そこら辺ね、低めしっかり丁寧して一発を打たれないようにしていきましょう。そうしたらね、いい試合展開になっていくから、一発だけ注意、ね、ロッテ対西武、広島の皆さん、ロッテはね、ミスとフォアボールでついてくるからね、フォアボール少なく、ね、ミス、足使ってくるから、ね、ミスも少なく、それさえすればね、自分から点を取るなかなかないから、そこね、ミスだけ気をつけて。ロッテの皆さん、広島ね、カード3連勝で、こう、上がってきてますから、ね、その中で、一番注意しなきゃいけないポイントで言えばね、菊池だから、ね、この一番菊池。これをね、抑えていくことによって打線の周りが悪くなるから、菊池ね、ここ気をつけて。オリックス対 DeNA の皆さん、オリックス打線今カッチンカッチンに凍ってますんでね、バウアー強先発で、ここで力強さいきましょうよ、ね、ここカッチンカッチンのままいければね、カッチンカッチンのままいけますから、ね、ピッチャー陣思い切って攻めていきましょう。オリックスの皆さん、 DeNA もカッチンカッチンに凍ってたんですけども、ソフトバンク最終戦でちょっと雪解けしてきてね、いい流れに、なってきてるんでね、でもその中でやっぱり注意していくのはね、関根です、ね、関根さんのこの二人をね、徹底的に注意して打たれないように、この二人がランナー出だすとややこしくなっちゃうよ、はい。続いてソフトバンク対巨人の皆さん、ね、ソフトバンク結構強力リリーフ陣ね、オスナいなくなったとはいえ強力リリーフ陣あるからね、前半勝負ですね、前半勝負で思い切って、でも近藤がちょっと徐々に上がってきてるからね、この1、2番をしっかり抑えながらね、近藤柳田にランナーを出して回さないようにっていうねところでやっていきましょう。でも今宮もね調子上がってきてるから気をつけて。ソフトバンクの皆さん、巨人ね一気に丸がトゥインってね、最後打っていい感じで来てるけども、秋広に繋がれた終わりだから、
これで何気に秋広がね、いいジョイントになってるから、3番でね、岡本につなぐもそうだし、1番からの流れもそうだけどもね、ここね、秋広、気をつけていきましょう。あとね、オコエが一軍上がってきて、ハッスルハッスルで頑張ってるからね、何気にオコエも気をつけて、下位打線から上位にチャンスメイクされちゃうよ。はい、さあ、ということでね、あと半分、交流戦ね、どういう結末を迎えるのか、皆さんね、里崎智也の総チェックとね、同時にお楽しみください。それでは、マリンに行ってきます。